駅前にある小林一佐のカヒ黒姫駅は長野県上美の地群品の町大和雑賀市原にある品の鉄道北品の線の駅である JR 東日本の新一本線であった当時三代田駅から東駅までが長野支社管轄で明光公園、直越方面は新潟支社管内となる境界の駅であった2005年までは冬季に運行される 大阪駅始発の出ール号の終着駅でもあった。当駅から荒井駅までは特に雪の多い地域であり、この区間が運休となった場合は2番線で、長野黒姫間の折り返し運転を実施していた。移管直前まで直営駅であり、管理駅として股間駅を管理していた。また緑の窓口設置駅であった。ホームを2面3線有する地上駅で簡易宅駅で、ある。 出札窓口はかつて緑の窓口として営業していたが、い憾時にマルス端末は撤去されている。代替として現在はポス端末が設置されており、自社線及び連絡会社線の乗車券のみ取り扱っている。1番線と2.3番線ホームは古戦橋で連絡している。駅舎北側には駅南北を連絡する自由通路がある。駅に併設されて、 品野町観光案内所新州品野町、観光協会が設けられている。なお、当駅には発車ベルの設備がある。駅前から超電バス、品野町新交通バスタングラムバスが発着している。ありがとうございます。